画面の前の皆さん、こんにちは、コテツノです。ということで、今回はね、カルマのフォボスですね、こいつを使ってチームレスマッチやっていきたいと思います。よろしくお願いします。やばい、右2人が完全に放置プレイヤーだ。素晴らしい石の疎通が取れた動きです。よいしょ。まあ、とりあえずあいつらを放っておきましょう。とりあえず、実質3対5ということで、頑張っていきましょう。来そう。いらっしゃい。いらっしゃい。あ、待って、落ちる。危ねえ。落ちるとこだった。から通って裏取れるかな。また弾がね、やべ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 、待って、やべやべやべ、危ねえ。ありとあらゆるとこから狙われてたの今。とりあえずね、もう味方さんのカバーがあまり期待できないので、また相打ちか。相打ち本当に増えたな。味方さんのカバーがあまり期待できないので、でもまあ7対2で勝ってんのか。とりあえずじゃあ頑張りましょう。やられたな。ワン。またなんでそんなにいっぱいいんの。そりゃそうか、そりゃそうだ。だってそうだよね、俺しかいなかったもんね。そっちね、この青い矢印に騙されないようにしなければな。壁当たってんな。わーお、相打ちほんと相打ち増えたな。相打ちこんなにいるか。 IW、 おおびっくりした。 IW 相打ちなんかやたら増えたけどさ、言うほど別に欲しかった機能ではないんだが。一緒と渡ってる人に大丈夫。やられたな。来る新婚さんいらっしゃい。正面にいるね。いらっしゃい。裏にもいるんだよね。とりあえずこっちから行こうか。こっちから行こうかなと。またそれは予想外。そういう2人の隠れ方は予想外。どうすかな。敵の UAV が接近。それやりに行きたいね。びっくりした。それはやってくれたかな、味方が。オッケー。この武器、そう今更特徴言うんですけど、どっちだ、正面か。危な。今更特徴言うんですけど、危ねえ。なんかスライディング中の精度が低下しないみたいな、そういう感じでちょっと謎武器ですね。なんか正直一体何が強いのか俺にはよくわかんない、正直ね。わおわお、めちゃくちゃいるね。多分まだいると思うよ、気をつけて。わお、弾がないんだよね。そろそろリワインドのせいがそろそろ降臨しそうだけど、俺に気のせい。 OK やった。さあ弾がね、マジでリワインドのせい使うか。どっかに落ちてる武器を拾いたい。落ちてった落ちてった。 OK、 この辺のいただくわ。戻りまーす。危ねえ。こっちから、おおびっくりした。味方か。焦らせんご。28対26、なかなか GG ですね。こっちやられたな。上から行こうか。あ、ナイスキル。まだこっちじゃね。あぶねあぶねあぶね。絶対負けたと思った今。今なんか左手をモンハン持ちってわけわかんない持ち方してて、完全にやられたと思った今。こっちか。うわーマジか。ヘロード準備中だ俺ですよね。まさかのそっち側から来たか。よ回ってんなおい。回ってるしさ、あれもやってんだね、地味に。なんだっけ、ライダーキック。びっくりした。オーデン使っちゃおっか。そこにいたけど、とりあえずスルーで。とりあえずスルーで、こっちから行きます。それ任せるぜ。こっちにまだいる？まだいそうだけど、てか今いた？これ死体？そこにいたのか。完全に死体だと思ったわ。なんかなかなか固まってる敵さん多くね。固まってるのか、それとも背後がガラガラなのか。ナイスカウンター。それやれる？ナイスキル。オッケー。やれるかそれ。ナイス。いいっすね、味方さんが優秀。あーマジか。エイムブレるな。なんかあんまり僕正直言ってね、このカルマっていう武器そんなに得意じゃなくて、初段を当てるのがあんまり得意じゃないんですよね、この子。 OK、 どうすかな。どっかしらのタイミングでアドバンス使ってもいい気がするんだけど、危ねえ。これ来そうじゃね。うわマジで腰ダメ弱っ。まあ相手があれだったのもあるのか。おっ、味方のジャンプしてる音か。びっくりした。戻りまーす。あっちに行ったな。もう一人。あーマジか。やっぱりあんま得意じゃないんだよな SMG のこの軽い感じ、エイムが。よいしょ、ナイスボンバードメント。さあ放置勢が2人いますが、他の優秀な味方さんのおかげでなんとか勝ててはいる模様。よいしょ、ちゃんと SMG の距離感で戦いに行くか。ゴー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 、頭すべゴー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 。うわー、ちゃんと振り返った。そっちなんか味方やってくれたかな多分。よいしょ、もうちょい早くカバーしてほしかったけど、欲を言えばね、欲を言えばね。 OK、 スライディング中の精度低下軽減って言われてもさ、スライディングして普通使わないよねっていう。お、どこ隠れるわ。はあぶねえ、絶対来るやろここ。いらっしゃい。で、おお透明マント、透明マントは予想外。アドバンス AV だったけど、さすがに透明マントをされちゃうと見えない。ライダーキック、ライダーキックライダーキックめっちゃするやんけ。ああもう一人、ナイスカバー。さあ80対51、まあ普通に勝てそうっすね。よいしょと、最初はどうなるかと思いましたけど、華麗なダンスを味方さんが決めてたんで。あ、今のスライディング中キルっぽくなかった？気のせい？ナイスキル、素晴らしいカバー。俺こっち行くね。友軍のドローンパッケージが空域に入る。来ると思うんだけど。オッケー。ナイスカバー。いやー難しいマジで。危ねえ。どっち分けだ？まだ中分けか。ナイスキル。ナイスアドバンス AV。素晴らしいですね。アドバンス AV 味方が出してくれるなんて相当久々なんだが俺。いるね。オッケー、いいっすね。アドバンスエベマジで美味しい、超ありがてえ。オッケー、もうこのまま詰めていきましょうか。また使って、オッケー、いいっすね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いやーなんか一時はどうなるかと思いましたけど一時はどうなるかと思いましたけど、なんかですね勝てましたね。途中から入ってきてくれた味方さんがすごい優秀で助かりましたね。まあこの武器なんですけど、正直なんだっけ、デモンスの方が強いですけど、まあせっかく50レベルで解放できるんで、皆さんもねたまには使ってあげてください。ということでね、よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントのよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。コデスナーでした。アーツパーン。今回はね、イブラヒモビッチを使ってチームレスマッチやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあね、このイブラヒモビッチっていう選手なんですけど、非常にね発射レートがそんなに